チェコスロバキア、チェコスロバキア、チェコ語、スロバキア語は、1918年から1992年にかけてヨーロッパに存在した国家。現在のチェコ共和国及び、スロバキア共和国により構成されていた。これは、トマーシュ・マサリケやエドバルド・ベネシュが唱えた、チェコ人とスロバキア人が一つの国を形成するべきで、あると、う、チェコスロバキア主義。 に基づくものである。建国当初には、現在のウクライナの一部であるカルパティアルテニアも領域に加えられていた。首都は、現在のチェコ首都であるプラハ。国旗は、現在のチェコ共和国と同じものが使用されていた。1948年からは、チェコスロバキア共産党の事実上の一党、独裁制によるソ連型社会主義国となり、 1960年から1989年まで、国名は、チェコスロバキア社会主義共和国、チェコ語、スロバキア語、であった。当初国名は、1918年の第一、共和国建国当初、ハイフンのない、チェコスロバキア、と、ハイフンの入った、チェコイコールスロバキア、の両方の表記が混在して使われ、1920年の憲法制定時に、 ハイフンの内に統一された国名チェコスロバキア共和国。スロバキアの自治を認めたミュンヘン協定1938年からナチスドイツによるチェコスロバキア解体1939年までの第2共和国では、ハイフンの入ったが正式表記となった国名チェコスロバキア共和国。しかし、 第二次世界大戦後の1945年にチェコスロバキア共和国が復活すると再びハイフンなしのに改められ、1960年の社会主義共和国への解消、チェコスロバキア社会主義共和国や1969年の連邦制以降、国名変更なし後も長く用いられた。ビロード革命後の1990年に連邦議会で繰り広げられた、 政治論争、フン戦争の結果、国名は、チェコ及び、スロバキア連邦共和国に改められた。地域名称としての、チェコスロバキアについては、チェコ語では従来通りが用いられているが、スロバキア語ではスロバキア科学アカデミーが1990年に、提唱した新しい聖書法に基づき、用いられている。第一共和国の議会制度はフランス第三。 共和制をモデルした体制で、元老院及び大議員からなる二院制の国民議会を設け、男女普通選挙による直接選挙で議員を選出した。政党は、小党が分立する状態が続いたが、政権を担当した主要5政党、国民民主党、農村共和党、人民党、社会民主労働者党、社会党が非公式機関の後党委員会、ピエトかペトカを設けて、 国対策について調整した。ドイツ人政党や少数民族政党も存在したが、第一共和国時代には政権を担当することはなかった。この内ち図で点ドイツ人党は1935年の国政選挙で第二党に躍進し、ナチスドイツとの結びつきを強めて、チェコスロバキア政府に圧力をかけ、第一共和国解体に結びついた。 また1918年のピッツバーグ協定に盛り込まれたスロバキア人による自治の履行を求めいたスロバキア人民党は1939年に2代目党首のヨゼフティソがスロバキア共和国第1共和国の独立を宣言して実権を掌握しドイツと保護条約を締結第二共和国の解体に結びついた一方 社会民主労働者党から分離して発足したチェコスロバキア共産党は第一共和国時代には合法政党として活動し国政選挙では常に10%以上の支持を獲得していた。ミュンヘン協定の後、非合法化されて1938年12月に解散し中央執行委員会はモスクワに亡命して国外党指導部を設立。スロバキア国内に スロバキア共産党が発足した。第二次世界大戦後の1946年憲法。制定国民議会選挙で第一党に躍進。1948年に、閣内対立による非共産党閣僚辞任に乗じて、初期長のゴッドワルトが実権を握り、2月クーデター、同年の総選挙で諸政党で作る共産党主導の国民戦線。 ナラドニー・フランタが圧勝したことで一党、独裁体制を確立した。民族主義保守政党、カトリック政党、社会主義、共産主義政党、ドイツ人政党、少数民族政党、プラハの春後の1969年に、チェコ社会主義共和国とスロバキア社会主義共和国による連邦制に移行し、国権の最高機関として連邦議会が設けられた。 同等の権限を有する人民院定数150と民族院定数150の任制で法案成立は両院可決を条件としていた。人民院は人口に応じて定数を定めた選挙区選挙で民族院は両共和国から各75人を選出して構成した。任期は5年。民族院の採決方法は 両共和国の議員団がそれぞれ別に投票を行って、共に賛成数の場合に可決とみなす方式をとり、共和国単位の拒否権発動を担保していた。また、両共和国には、それぞれ一員制の地方議会である、チェコ国民議会定数200と、スロバキア国民議会定数150設けられた。社会主義時代には両院とも5回の選挙が行われたが、 チェコスロバキア共産党を含む統一戦線組織である国民戦線、ナラドニー・フランタが全議席を占めた。連邦議会における国民戦線の構成政治組織は次の通り。民主化後の連邦共和国では新憲法の制定が行われなかったため、1993年の連邦解消まで社会主義時代の議会制度が存続した。連邦議会は、 人気満了の1990年に実施する総選挙までの間、暫定措置として国民戦線が占める議席の半数を民主化勢力に指名方式で明け渡すことになり、1989年12月から1990年2月にかけて段階的に実施された。同年6月には1946年の憲法、制定国民議会選挙以来44年ぶりとなる。 自由選挙が行われ、チェコ共和国部では、市民フォーラム、アブキャンスックフォレム、スロバキア共和国部では、暴力に反対する公衆、ベホナスとプロッティネイシルの両民主化グループが、人民院、民族院とも、第一党となった。1992年6月には、人民院議員選挙と、チェコ、スロバキア両共和国の国民議会選挙、チェコ側の選挙、 スロバキア側の選挙が行われた。この内人民委員選挙は、チェコ共和国部、定数99では、市民フォーラムから分裂した、右派政党、市民民主党、アブキャンスカ・ディーモクレアティカ・ストロナ、党首、バーツラ・フクラウスとカトリック党、キリスト共民主主義党、クレストンスコ・ディーモクレアティカ・ストロナの連合が48議席を獲得、スロバキア共和国部、 定数51では暴力に反対する公衆から分裂した右派政党。ただし、経済政策では国家介入主義的で左派的だった民主スロバキア運動、ハヌーティザ・ディーモクラティックス・スラベンスコ、党首、ブラジュミール・メチアルが24議席を獲得して、それぞれ第1党となった。両党は選挙直後から連邦解消について議論を開始し、 連邦制を解消することで、同年7月に合意した。国境を接する国は、真北から時計回りに、ポーランド、ソ連、現在のウクライナ、ハンガリー、オーストリア、西ドイツ、東ドイツであった。1939年のスロバキア独立以前は、南東部でルーマニアとも接している。国土は、大きく3つの地域に分かれる。西からボヘミア、モラビア、 スロバキアである。欠ッの気候区分に有西岸海洋性気候、CFB が広がるが、東部は一部大陸製の亜寒帯湿潤気候、DFB である。首都プラハの都市平均気温は9度、年平均降水量は 486mm であった。チェコスロバキアは、かつてのオーストリアイコール、ハンガリー帝国時代に早くから、産業革命が進み、 1930年代には世界第7位の工業国であり、1970年時点でも共産主義政権下にある東ヨーロッパ諸国ので最も進んだ工業国であった。農業地域が中心を占めるスロバキアを除くと主な産業は工業である。金属、機械、自動車、製鉄、繊維のほか、著名なガラス工業、ボヘミアングラスが盛んでった。 この他兵器製造、ビールを中心とした食品工業、ガラス以外の用業も確立していた。生産規模では鉄鋼が最大である。経済相互援助会議、コメコン加盟国であり、ソビエト連邦を中心とした経済分業体制の中で重工業製品の市場を東欧圏で確保していた。しかし、性能やデザインなどで徐々に 西側諸国からの立ち遅れが隠せなくなり政治的配慮を必要としない真の国際競争力は失われていった。また東側諸国の中でも保守的な共産党体制は徐々に悪化する経済状況への改革やハンガリーに比較して遅れた西側資本の導入へ過的な対策を打てなかった。工業では燃料として使われる活端が 東ヨーロッパ諸国内の3位を占めるだけであり、エネルギー以外の工業原材料の6割を輸入に頼っていた。例えば石油はソビート連邦からドルジバパイプラインを利用して輸入していた。これは石油輸出国機構、OPEC 加盟国などによる国際的基準よりかなり低い価格に設定されており、チェコ経済の重要な機関となっていたが、 同時に経済面でもソビエト連邦へ服属することも意味していた。農業では小麦を中心とした麦、砂糖大根、ジャガイモ、トウモロコシを中心とし自給可能であった。貿易では社会主義国同士の取引が最大ではあったが、貿易額の30%は非社会主義国が占めていた。主な輸入品は燃料と工業原材料、ついで穀物。 食料品、主な輸出品は、機械、石油価格によるガソリンやナフサ、自動車、比較などである。ガラス工業は、金額ベースでは少なかった。1970年時点では、チェックビ65%、スロバキア人30%、その他の民族5%という比率であった。この構成は1990年時点でも変化していない。 ただし、右上にある表では、チェック人とモラビア人を区別している。1970年代においては、ソビエト連邦を含む全社会主義国の中で所得を含む生活水準が最も高かった。7歳から15歳までの初等教育は無料であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。